どうもボルカです。皆さんは小さい頃入場券で駅へ入って電車をひたすら見るということをしたことがあるという人も結構多いと思います。新幹線なんて見た日には小さい子供は大興奮だと思います。そこで今回は東京駅の入場券で新幹線全種類見ようという企画になっています。まずはこのチャレンジをするために動画を撮りましたのでそちらをご覧ください。東京駅に来る新幹線は JR 東が E2、E3 小町色、E3 翼、E4、E5、H5、E6、E7、W7、JR 東海が N700、700と全部で11種類となっています。で、この中で特に見るのが難しいのが E3 系小町色と H5 系700系だと思います。この3形式は1日に数回しか東京駅には来ないので、この3形式がうまく揃う時間に行かないと全種類見ることはできません。いろいろと考えた結果、東京駅を入場券で改札へ入り、要は2時間で新幹線全種類見るためには、このような時間帯しかありませんでした。一番最初に E3 系小町色が9時28分に入線、最後に700系が11時16分に入線なので、9時25分頃から11時25分頃に東京駅にいると新幹線を全種類見ることができるようになっています。意外に大変ですね、すべて見るのは。そして入場券は2時間とよく言われますが、これは実は購入してから2時間であって、改札に入ってから2時間ではありません。なので入場券をちょうどいいタイミングで買う必要があります。あと今回は定期列車のみということで、臨時が運転されるときはこれ以外にも時間帯があるかもしれないです。それでは映像に戻ります。こちら東京駅の切符売り場です。ここで入場券を購入します。さっき言ったようにちょうどいい時間で買う必要があります。お取り忘れにご注意。まずは9時28分に入線、9時40分発のやまびこ45号盛岡行きです。 E3 系小町色と E5 系の16両編成です。ちなみに JR 東日本の新幹線で16両編成なら確実にこの E3 系小町色が連結されています。小町で定期運用を終えた E3 系小町色ですが、6両2本だけ残留し、このように細々と東北新幹線の東京盛岡間で走っています。次の客様、黄色い電車がお待ちください。45号
上野に止まる。了解。連結付近のお客様、ベビーカーを見てください。列車動きます。9時40分に E4 系が停車しました。マックス361号の新潟行き。この列車は臨時列車ですが、9時40分着のマックス時306号は定期列車ですので、臨時のマックス時361号が運転されない日でも見ることができます。2階建ての新幹線、速度があまり出ないので現在ではちょっとお荷物状態となってしまっていますが、2階分あるのでその輸送力は世界的に見てもトップレベルです。 E4 系も置き換えが進行中です。次はやまびこ翼号、10時ちょうど発の仙台新庄行きです。 E3 系翼と E2 系の連結運用となっています。 E3 系も E2 系も今では新幹線では標準装備となった窓際、座席のコンセントがついていなかったりついていたりと運次第なので少々懸念されがちです。3番線の列車は10時ちょうど発のやまびこ翼133号仙台と新庄行きです。あと1分少々で発車をいたします。ご乗車22番線やまびこ207号仙台行き発車まで1分少々となっております。ご利用のお客様、ご乗車になってお待ちください。折り返し10時16分発の東急315号新潟行きになります。10時16分発トキ315号新潟行き。 E7 系はダイヤ改正で上越新幹線高崎予告でも走るようになりました。トキ号に W7 系が使われることはほぼないようです。 E7 系でもトキ色という車両がいるようですが、今日は標準の色の編成でやってきました。
E7 系もどんどんと勢力を拡大しつつある状況です。新幹線で12両編成なら E7 系か W7 系の車両です。続いて W7 系、先ほどの E7 系と見た目同じです。所有する会社が E7 系はイーストなので JR 東日本、W7 系はウェストなので JR 西日本なくらいです。E7 系と W7 系は基本的に運用は分かれています。パクタカ559号金沢行きです。一旦乗り換え改札を通り東海道新幹線ホームへやってきました。東京駅を発車する東海道新幹線は現在ほぼ全てが N700 系です。のぞみ107号広島行き、東京駅に来る N700 系ではラージ A とスモール A の2種類がありますので、ぜひ探してみてください。11時20分発のはやぶさ19号新青森行きと小町19号秋田行き、おそらく今の小さい子供なら一番のヒーローの新幹線でしょう。長い鼻に鮮やかな色、私が見てもかっこいいと思ってしまいます。最高速度は時速 320km、 瞬速新幹線です。 E6 系と H5 系の並結、北海道新幹線イコール H5 系と思っている方も多いようですが、編成数が少ないH5 系を見かけるのは非常に難しく、狙わないと見かけられないように思います。今回も北海道に入線しない運用でした。
さて急ぎでまた東海道新幹線方面11時16分発にこだま636号として入線してきました700系です。東海道新幹線の700系は来年で引退が発表されており、現在は見かけるだけでも難しい車両です。新幹線車両では唯一幕式の新幹線700系は喫煙車があって禁煙車の車両が少なかったりコンセントがなかったりとビジネスマンからは少々不評のようです。では新幹線見学を終え、時間は11時24分、2時間経過まで残り1分を切りました。本当に忙しかったですが、新幹線車両をすべて見ることができました。ちょっと最後は急ぎでしたけどもね。夏は非常に暑く、私も冷房ガンガンの待合室で頻繁に休んだので、おすすめはもう少し涼しくなってからですね。子供に新幹線見たいと言われたら、ぜひ9時25分に入場券を買って、新幹線を全形式強行突破で見せてあげてください。それではご視聴ありがとうございました。